事故があった現場です。自転車に乗っていた女の子はこちらでマイクロバスにはねられてしまったということです。事故があったのは札幌市西区西の7条7丁目の信号のない丁字路交差点です。午後2時50分ごろ、女の子が乗った自転車とマイクロバスが出会い頭に衝突しました。ドーンと落としてすぐ出て行って、もう全然意識ない、頭から血出るし鼻からも血出てるし。自転車の女の子は小学校低学年くらいで意識不明の重体だということです。マイクロバスは自動車学校の送迎用で、警察は運転していた男を過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕して当時の状況を詳しく調べています。